どうも、鬼チャンネルです。早速呼んでみましょう。鬼監督、こんにちは。腕がもういかついから、はい。この前あんだけいっぱい出てきて散々どれにすんのよって、これなん。なんか喋って。違うんすよ、中石さん。はい。テレテレテレー。うわ、鬼ガールコールスプレー。鬼ガールチャンネル見てくれたね、河内にある会社さんが、監督、そんだけアルコールスプレー振るのったら、特製のやつ作ってプレゼントしますよつって。まあ映画館に安心して行ってほしいし、これ商品にするんかプレゼントするんか、もっとやっていけたらなって。普通に欲しい欲しい、書いてあるんですか。あ、2000円。なんでってことでね、僕のちょっと名前決まりましたんですけど、これはおにぎりなんですか。おにぎらず、なんと有名な映画風に言うと、おにぎらずに今年30だから、うん、そうだな、おにぎらず三十郎とでも名乗ろうか。で、どうですか。なるほど。知ってます今の何のセリフか。いや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 、あのかの有名な黒澤明監督の椿三十郎で、三船敏郎さんが言う名言じゃないですか。誰も知らなかった。世代世代。いつもと違って、じゃあ真面目な話ちょっとだけしていいですか。あ、なんでしょう。今年のお盆って帰省もしにくいし、うん、短縮された夏休みもちょっと外出しにくい。そうなんですよね。そんな時に鬼ガールが作ったこの奥川地っていうところで、はい、日本遺産登録されたお寺があるんですね、はい、そこでご祈祷して、さらに鬼ガールタイアップの御朱印と地元の県産品の、あの鬼ガールタイアップの品、さらに映画の非売品グッズ、並びに映画鬼ガールの特別鑑賞券が入った鬼は内コロナ外ご祈祷返礼奥川千葉子っていうのやってるんです。うわ、ご利益ありそう。それのご祈祷の最終が8月9日日曜日に、映画鬼ガールの中でも描かれたごま法要っていうのをするんです。ごま法要、じゃあご紹介映像こちら、じゃん。観客も入れてやるんですけど、無観客で今年はやるんですけど、9日に、はい、このご祈祷に、はい、なんと、まあ、住職の計らいで僕参加させていただきます。マジっすか。はい。で、特別にこの映画鬼ガール音楽プロデューサーブルーハーツ柏哲也さんもですね、参加することになったんです。一緒にご祈祷参加して一緒に太鼓叩くということで、そのご祈祷の様子を生配信しようと思います。すげえ、すげえ、はい、9日日曜日や。日曜日朝10時からですね。朝10時から。そこでご祈祷する河内箱というのがこちらですね。何が入ってるんですかこれ。鬼ガールタイアップデザインの御朱印、鬼うまい、美味うまいって書いて、鬼うまい。そして映画の中でも登場しました鬼ころがし、あと豆菓子、さらにこの非接触棒、エレベーターのボタンとかね、あと河内長野のすだれ屋さんが作ってるコースターですね。こっちがね、ちょっと高い方なんですけど、ちょっと高い方、河内材っていう河内長野の木で作った御朱印全部、はい、全種類4菓子全部入ってます。さらに鬼うまいもですね、さっきよりでかいやつ、はい、ずっしり、こういった焼きネギ味噌とかジャムだったりフルーツソースだったりっていうものが、はい、あるんで、ちょっと竹下さんと一緒に実食してですね、はい、え、いいんすか。はい。で、さっき言ってた非売品の鬼ガール特製シール、すげえ、鬼ガールピンバッチ、これ欲しいわ、と特別鑑賞チケットも1枚ついております。なるほど、はい、8月9日には生配信しながらこの法要で祈祷して、もうお祈りされたものをお届けすると。生配信はこのチャンネルで、はい、鬼チャンネルでやろうと思ってます。はい、竹下さんの生配信でね。ほんま急なことはあかんで、でも鬼ガール応援してる、してますですよね。あ、見たい人、はい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 いただきます。うん、うまっ。もう焼きネギ取りましょう。大人乗せしましたね。いただきます。はい、ちょっと見てください、これほら、どんぐらいで食べるんだろうね。うまっ、うん、おいしい、
夏の高校時代の淡い恋みたいな感じですね。どんな恋やで。これでもご飯が進むやつや。うんうんうん。次ね、豆菓子。厚がけ、きなこ、大豆。お前、もう庭内、トロマソとって書いてあるちゃんと。これです。美味しそう。あ、柔らかい。まあ、美味しいですね。うまい。次、何ですかそれは。クッキーか。モックルやって、かわいい。抹茶味、僕抹茶大好きなんです。そうなんですか。はい、いただきます。はい。どうですか。わかるわかる、顔が。うん、これはこれね。クッキーいってくださいよ。いただきます。うん、おう、あ、おう、なんかね、上にかかってるアーモンドパウダー、アーモンドパウダーががすごくね、鼻を突き抜けますね。あとね、外がパリッと、中はふわっと。ほんまにもう、今度からあんまり演出きつめに言うとあかんねん。ジャムですね。ちょっとお箸の裏の方が、そう、でも、すごくないですかこれ。すごいっす。あ、あ、めっちゃいい匂いする。すももん、これめっちゃ美味しい。あのね、本当にこれスモモの匂いが口の中から鼻に抜けるんですよ。酸っぱいかなと思ったら甘みがあって、僕ちょっと竹内さんおすすめします、これ。冬瓜ジャム。生姜が効いてる。パンにかけても美味しいでしょうけど、紅茶の中に入れても、喉に良さそう。これはちょっといいですね。最後は何でしょう。羊羹とゼリー。河内長野の、はい、石川っていうね、清流があるんです。映画鬼ヶ城の中でも描かれてますね、大事なシーン。はい、じゃあいただきます。うん、ご飯から始まり、なんか和を感じましたね。ゼリーいただきます。甘夏やって、甘夏。うん、この夏ぴったりよこれ。うん、完食しちゃいました。これがもろもろ全部入ってる。はい、日本遺産登録されたお寺の御神についてまして、さらにご祈祷していただきました。これはご利益あるでしょう。生配信をすることでなかなか大変やと思いますけども、はい、ちょっとでもね、お届けしたいなと。竹下さんもね、あの配信中の MC 楽しみにしてます。もう行くわ、ほんまに行くわ。どれでしたか、僕の食レポ。なんかこう突き抜けた感じがありました。ほんまに金輪際、ほんま演出でうるさく言わんといてな。勉強します。あ、そうそう。あ、はい、曲や。あの今ずっと後ろかかってるんです。ちょっと流してもらってるやつ。これ実はこの鬼チャンネルを見た音楽プロデューサーが梶原さんとこれに参加してくれたアミちゃんっていうですね、クリエイターがいますけど、が作ってくれた鬼鬼ロックンベイビーっていう。唯一今回の鬼ガールのその音楽の中で歌詞がついてるやつがあるんです。それはこれに合うんじゃないかと。オニオニ、うん、みたいな。ちょっとあれですけど、歌詞監督覚えて、怒ってね。難しい、難しい。じゃあ9日の生配信ぜひ楽しみにしててください。はい、じゃあタイトルコールやってまいりましょう。はい、別世界からみんなタイトルコールやってますか。我らが鬼チャンネルファミリア、ずっとね、手伝ってくれて、これ全部手伝ってくれたりしてるメンバーなんです。はい、はい、じゃあタイトルコールいきますよ。お願いします。はい、おおおおおおー、おにちゃんねディスコ。いや、もうここで流れてるやん。ということで、チャンネル登録よろしく。高評価。